ゆうちゃんきゅうりだよはい、今日も涼しいからな。あ、そういえば卵産んだんかいぴよ。ん？どっか落としたかいこっち来るとな、猫にみんな食われちゃうからね。ぴよちゃんすっきりしないだろう。でも産まないとな、ぴよちゃんよ。おう、おう、いちょっとあるよ。ちょっと、はい、あ、おっしゃったね。霊気を持っていくの忘れちゃダメです。灌水チューブを買いに農協へ向かいます。灌水チューブ片面黒 0.8、 はい、こちらここ5ですね。5の1で6缶、はい、ゲットしました。1万円でした。はい、丸屋根ですね。温度測りに来ました。まあそれだけじゃないんですけど、はい、30度ですね。下がりましたか。そしてこの入り口ですね、ちょっと雑草が目立っているので、除草剤かけていきたいと思います。ここがですね、おそらくはここまでこちらさんのですねハウスのなので、こうこれ以外ですね、除草剤ぶっかけましたはい、以上この辺はですね全て除草しました。こちらで、うん、乾きは全く問題ないですね。完全にもう乾いちゃってますね。やったぜさあ張り切ってまいりましょう。こちらの冷気を使ってですね、できる限り鳴らしていきたいと思いますね。はい、レッツゴー。こちらもトラクター出たところですね。鳴らしますね。こんな感じで雑でいいんです。雑でそしてこのロータリーの後ろについてるあれ、なんていうんですかね、あれ以上入らないようにタイヤみたいなのがついてるじゃないですか。あれのせいでこれ毎回こうやってこうなって段差ができちゃうんですよね。あれ取っちゃえばいいんじゃないですかね。な、最初からついてたんでわけもわからずつけてるんですけど、あれ取ればこの溝はなくなるんですよ。ってことでこの溝をなくしていきたいと思います。こうやっていけばいいっすよね。うん、多分だいぶ溝はなくなっていきますもんね。ほらこうやってきますね。全部やってきます。ここですね、ここどうしてもこうこんもりしちゃうんで、ここだけはあの踏み潰すだけじゃなくて、あちらから泥をこっちに持ってきてですね、いい塩梅にですね調整していきたいと思います。疲れます。あちら側は一応やったんですけど、やっぱ微妙にここ上がってますね。やっぱこの冷気でもっとガリガリとこちらから削ってこっちに持ってこないとダメですね。やっていきます。どうでしょう、かなり削りましたね。これで文句は言わせません過去の記憶を思い出したんですけど、こちらからやっぱり水が出るんで、こっち結構凹凸があったりボコボコしててもびっしょり濡れるんですよ。問題はあっちなんですよね。あっちがガタガタしてると水も少ないんでなかなか染みにくいってことで、あっちを丁寧にやっていきたいと思いますそしてこの谷下も慣らしていかないといけないですね。向こうから持ってくる感じかな。で、まあ、適当に溝を打ってるところ、溝があるところは慣らして綺麗にこのようにやっていきたいと思います。暑い、相当暑いですよ。相当汗だくですね。はい、こんな感じで平らにしていきたいと思いますね。はい、どうでしょう。はい、ハウスの出入り口から反対側ですね。だいたい平らなの分かりますかね。まあ、ここ全体的に上がってますよね。まあ、しょうがない。でも、まあ、ほとんど綺麗にやりました。はい、これで3分の1缶ですね。あとはこちらをやっていきたいと思います。ここはですね、この冷気で1回、まあ、これ右手でだけだって力入ってないですけど、2回3回ぐらいやってですね、ガリッと持って、またここに溜まったものをですね、1回2回3回っていう風に持っていくと結構いい感じですね。汗だくです。どうでしょう、こんな感じになりますね。1回2回3回1回2回3回、もうちょっとこの辺鳴らしてあげれば完璧じゃないでしょうか。プルルルルプシプシプシ2号です。はい、すごいです。これは確実に熱中症になりますね。水分は取ってます。だからまたこれは明日朝からですね、これ全部まだ3分の2残ってますんで、やります。そして灌水チューブつけて水を一回飛ばしてみて、いや塩梅が良ければ被覆するっていうような感じになりますんで、はい。そしてですね、こちらはですね、何気に
次の定食が10月20日なんで余裕がありますんで、まあ時間をかけてやってもいいのかなと思ってます。はい、そういうことで本日も皆さんお疲れ様でした。気をつけて帰ってください。はい、最初はピーヨピーヨじゃんけんジョキ。じゃまた。声響いてますよかなり。誰かお聞きになってる方いらっしゃいますか。じゃまた。なんで今回こんなひしこいてやってるかというとですね、今までこんなところあんなほったらかしてたんですけど、プールみたくバーッと水を張ってみたいんですよね。それを実現したいです。それであれば確実にエタノールは成功できると思うんで、まあ白かき状態、はい、見したいですね。どうでしょう、こちら側だけ平らにしました。はい、3333でやってきましたね。ちょっとここ、こんなのきますけど、はい、これなら大丈夫ですよね。ということで疲れましたんで、今日は明日に備えて定時上がりしたいと思います。ピューチなんかいるかい、そこに。んいるかい、なんか食ってるな。おお、ピューチャピオジャンプ、ピューチャほいほい、ピオ飯です。手間かかってるんですよこれ。はい、ピューチャ、ほいほい、トマトだよ。おペロッと食べちゃったね、ピューチャ。よし、お、煮干し食ってるな、ピオ。おいっぱい入れといたからね、煮干し。まだ卵産んでないかな、今日は。んどうなの、今日は産んでないの、どうしたの、ん、あ、何が言いたいの。煮干しあるじゃん、ほら、いっぱい。今日もお疲れさんでしたね、ピオちゃん。明日は2個産めばいいんだよ。あ、ポッポコポコって。でも発泡スチロールの卵が食いたくねえな。あ、なになに、蚊がいるのか、ピオちゃん。そうか、じゃ、また。